おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は以前にやったゲーマー的には常に考える議題について、直近の話題も確認しながら、改めて確認してみよう。単純に答えが出るものではないやつばっかやな。だからこそ終わらんテーマとはなるな。お盆期間でのんびりされておられる人や逆に忙しいよ、って人もおられるだろうが。まあ、この動画見る際はこうあってくださいな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずはゲームソフトのパッケージ、ダウンロード論争からいこうか。もうこの動画は3年前なのよね。私は今だとパッケージ派代表を名乗れる状況ではねえわ。ダウンロード版を購入することが多くなってきたんだな。パッケージの値引きが大きかったり、パッケージで持っておきたいって作品はあるけど、スイッチにせよ PS にせよ、ダウンロード版で買うことはかなりの比率になってきた。ダウンロード版を購入する最大のメリットは何だと思う？ソフトの入れ替えをしなくていいということ。私はこれが最大のメリットだと思う。いろいろやりたいゲームがあるなら、ホーム画面からすぐ行ける。ソフトの入れ替えは十数秒ほどの手間と早え、多分、繰り返すと地率も。PC でゲームをすることも多くなったし、こっちはそもそもダウンロード版しかないからね。ダウンロード版を買うことが、ほぼ日常になってきたってのはある。他にもダウンロード版は品切れになることもなく、自宅で購入できて、店舗行ったりする必要がなく配送を待たずにすぐに遊べる。そもそもダウンロード1000倍の作品も増えているわね。もともとパッケージソフトはそのパッケージを作るためのコストに流通を通して小売店に並べられる。ダウンロードで売るより当然のことながらコストがかかるので、そもそも制作規模の小さいインディーゲームとかだと厳しいことになる。日本だとパッケージで販売するならセロレーティング審査も有料ではあるわな。利益もダウンロード版の方が仲介する業者がほぼプラットフォームのみとなるのでメーカーにとっては利益率は高い。日本だと言い方悪くなるけど、大手メーカーの作品は小売に出荷した時点で収益となるので、そのメリットもないではないわよね。まあな、ただ中古販売もあるし、需要と供給バランスが悪ければ、ワゴンセール行きや品薄による機械損失、どちらも販売するメーカーにとっては今後の商売に悪影響だけどな。ユーザー側の考え、メーカーなどの思惑もあり、ダウンロード版の販売比率はどんどん上がっている。先日のソニーとニンテンドーの決算報告資料となるが、PS だと売上で見て、80% 以上がダウンロード版となるし、スイッチはニンテンドーオンラインの売上なども含むことになるが、58.9% という数字が出ている。今後もこの流れは強まる一方だと思う。それでもパッケージ版は物として手元に残るというメリットはあるわね。そこにこだわりを持っている人も一定数いるだろうな。私も11月発売の HD2D 版ドラクエ3と来年発売予定の 1&2 はパッケージで揃えたいと思っている。それと反則という意味で、注目の新作では店舗ごとの予約購入特典もかなりある。これも多くなってきたわね。これはユーザーにとっては魅力的だし、メーカーや小売店の思惑もあるんだ。というと、ゲームソフトなんて基本的には発売から早めに売ってなんぼとなるので、一番旬となる発売日にできるだけ多く売りたいとなる。まあね、ジャンルにもよるけどゲーム作品って魚に例えると足が速いサバみたいなもんや。光物の魚が傷みやすいのは魚自身の消化酵素が強すぎて身を溶かしてしまうからのようだな。新鮮なやつは美味しいんだけどね。さすがに話を戻すけど、まだパッケージ版にも魅力はあることになる。私はそんなにだけど、飽きたり思ったものじゃないという判断になれば売ることもできるからね。中古販売自体はメーカーに利益が入らんというところで否定的な意見もあるかもだが、昔からゲーマーやっている身としては、中古販売がなかったら今ゲーマーである自信はねえわ。少なくとも日本においてはゲーム業界の裾野を広げるという役割は果たしていたと思う。そんなパッケージ版はダウンロード版の比率が上がることで徐々に市場規模を落としているのは事実。まあ、基本一つの作品だけならどっちかしか買わないんだから、当たり前だけどそうなるわな。故に取り扱う店舗は少なくなってくるかもだな。今でも家電量販店や買い取りもやっている大手チェーンがメインではあるしね。昔は至るところにあったファミコンショップがなくなったのは、そういう大手が買い取り含めてガンガン力を入れたことも要因だろうけど、それに2000年には大規模小売店舗法の改正の施行というのもあり、
ざっくり言うと、今まで大型店の出店に規制がなくなり、郊外に大型店がよりできやすくなったんだ。確かに21世紀に入ってからは、その傾向ははっきり見て取れたわね。私もダウンロード版買うことが多くなったとはいえ、あのゲームソフトのパッケージが並んでいる販売コーナーがなくなるのは、ゲーム業界における危機だと思う。大きく出たな。いろんなところに売り場があることで興味を示す作品だってあると思う。インターネット、SNS での情報入手はどうしても偏る部分もある。今はほぼねえかもだけど、ゲームソフトのジャケ買いってのもあっていいと思う。それに盛り上がっている雰囲気ってリアルの環境も重要とも思う。商売として成立しなくなったからなくなったんだろうけど、Xbox が日本で盛り上がらんのは、ソフトの売り場が全くないことも要因ではあるわよ。今は SNS がその役割の一部を担っているだろうが、いわゆる街のゲームや、では、少し古いお話とはなるが、2018年に閉店となった多くのゲームファンやゲームクリエイターから愛された東京、火災のゲームショップゲームズマーヤの社長は、ゲームラボのインタビューにて、お客様に直に接して商品を勧められるのは、私たち、小売、しかいない。と語られている。少なくとも、ゲームメディアよりは信頼できる存在であることは間違いないな。そのお話まで広げると収集つかなくなるけど、このゲームズマーヤ社長の言葉、そして霊夢が言ったゲーム販売コーナーがあることでの雰囲気。これらはダウンロード版販売が今後も広がっていくにしても、大手ゲームメーカー中心に商売だからとあっさり切り捨てられることなく、それが直近の売上以上に意味を持つものとして検討はしてほしいところだな。それでも難しい問題ではあるけどね。偉そうなこと言っておきながら、私もダウンロード版をメインで買っているわけで、正直、説得力に欠けるというのは突っ込みされるまでもなく自覚しておりますよ。少なくとも1ユーザーであれば、パッケージ、ダウンロード版が持つメリット、デメリットを考慮して、よりお得に、より思考に合った方を選べばよくて、パッケージ版の今後の危惧もしたとはいえ、どっちがいいって話でもない。一ユーザーとしては見守ることしかできないか。明るい未来であってほしいけどな。さて、パッケージ版というところでは、あの作品が超豪華版パッケージでの販売が決まっている。どの作品？バニーガーデンだな。今年結構な話題となったキュリエイトの作品ね。令和の紳士淑女を虜にした話題作となるな。お紳士の憩いの場、バニーガーデン、に通い、お店で働くキャストと恋愛を育む恋愛アドベンチャーゲームとなる。働かず、借金しまくっての破滅エンドとか店通わないと閉店エンドとかあります。パッケージ単体の価格は税別3980円とのことだが、オリジナルアートブック、新規 ASMR 収録オリジナルサウンドトラック CD なども同梱されている。入店セット、が税別7480円となるけど、本作ファンとしては大注目だろう。各キャストのビップセットにハーレムビップセットもあるのか。発売は12月19日。すでにエビ天避難所にて予約受付をスタートしている。エビ天は角川参加の通販サイト。まだ避難所だったんだな。いろんなゲーム作品の限定版を広く販売するサイトとなるので、早めに完全復活してほしいところだな。文句言うなら、バニーガーデンに限らず 3D クリスタルはもうちょいを安く提供してくんねえかなってところね。あれの原価もちょい気になるところではあるしな。ダウンロード1000倍で人気を博した作品のパッケージ販売も今は多くあるわね。思い入れが強いほど、物として残したいって需要は高いだろうし、メーカーとしては改めて作品をアピールできることになるからな。キュリエイトとすると初のパッケージソフトとなり、この冬にどれほどの盛り上がりとなるかだな。作品の性質上、クリスマス前の販売って色々気になるけどな。ちなみに ASMR パートは配信禁止区間なので、そちらが気になる人は買ってプレイするほかないです。他にも紳士向けタイトルを多くリリースしているキュリエイトでは、スイッチ作品を対象にしたサマーセールを開催中。8月27日まで開催ね。このタイミングで興味があるなら要チェックではあろう。キュリエイトは家庭用のこの手のジャンルでは急成長したなーって思うわ。お次は昔のゲームの方が面白かった論争。これについては前の動画で私らなりの結論というのは出したでしょ。まあな、ゲームにおける記号化という話やそもそもいつの時代でも神ゲーは神ゲーでクソゲーはクソゲーとも言った。こちらも概要欄にリンク貼ってあるので、よかったらよろしくお願いします。
今にして思うと我々が往年のゲーマーだからという側面も強い意見ではあると思う。なんとなくわからんでもないけど、どういうこと？我々はファミコン時代からゲームを楽しんできて、グラフィックやシステム面での進化を子供時代からもろに体感した世代となる。アラフォー世代は確かにそうね。ただ、今の若い世代、Z 世代とも言うのかな。この世代だと、ドット絵などが懐かしや古いというよりは表現方法の一つと捉えている人も多いだろうな。X にわかりやすい画像があったので引用させていただいている。確かにねー。レトロが逆に新しいって感じる人もいるだろうしね。これもちょい解雇は出てしまうけど、ドット絵で表現されるゲーム作品も一ジャンルとして今後も残ってほしいものです。このあたりは音楽やファッションなどと似たような部分かもな。よう考えたら、新しいも古いもなくその時代に多くの人に支持された表現要素ってことになり。そこの魅力って流行り廃りはあれど、大きく損なわれるものではない。一周回ってってのがゲームにおいても今後よりその傾向があるかもしれないのね。我々はどうしても思い出補正という曇りガラスの上から見てしまうところもあるが、できるだけフラットに見たいとこではあるな。最後にゲーム作品における実績機能についてだな。これについてはパッケージ、ダウンロード版論争と違ってそんなに私は意見ぶれてないな。別になくていいと思うわね。ゲームなんか自分で思うようにプレイするものよ。そうは言っても実績があるがゆえに、遊び方が広がる可能性もあるし。こちらの記事より引用するが、The Last of Us Part 2のようなアドベンチャーゲームでは、実績がプレイヤーを誘導するケースについて開発者目線で語っておられる人もいる。一定の役割は果たしていると思うけど、結局は任意で選べる機能でいいと思うわね。ちょい前の話になるけど、PS のプラチナトロフィーを取るのが簡単なゲームがストアに多く並ぶとかは、実績そのものが目的となっており、それ自体がゲーム業界の今後に良い影響を与えているとは思わん。まあ、私だって安易なトロフィー目的のゲーム作品は容認しないけど、差し的にしないって選択肢もこの件についてはあるからな。よりよく共存してほしいとは思うな。個人的には実績解除のポップアップは気持ちいい時もあるし、ちょっと空気読めてないなーってパターンもあるわね。作中だと強敵を倒したのか、どうなんだってところでも実績ポップアップすると一瞬とはいえネタバレやん、とかある。そういうのを嫌うなら、設定から通知切ることは可能だけどな。こちらはゲームにおける一要素とするのも難しいところだけど、せっかく生まれた発明ではあるからな。今後もより良い形で残ってほしいと思うけどな。まあ、文句も言うけどクリアした後はトロフィー見てニヤニヤ走とるわ。意外にあっさり実績機能賛成派にぶれそうな感じだな。さて、今回はこのあたりで締めよう。パッケージ、ダウンロード版論争メインではあったけど、終わりのない議題ではあるわね。今後も掘り下げれるときは随時していこう。さて、うちがどんなチャンネルかについてはピクシブ百科事典に登録されてたわ。あら、物好きな方もいらっしゃる。おおむね紹介文に間違いはないので、概要欄にリンクは貼っておこう。ここに、夢見る少女、設定も入っていると完璧やな。パチンコやりたいとかハイボール飲みたいとか言うとるので、ほぼ意味のない設定やけどな。入会開催日時予想もこの通りです。ただ毎回外しているのはマリサなのであしからず。あまり私の傷口をえぐると暴走するぞ。取り扱い注意ではあったわな。さて、今週はお盆期間ということもあり、いろんな盛り上がりにも期待はしていこう。あいあいさー。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。